どうも、繁盛大好き芸人です。今回はですね、カードコレクターの面から繁盛さんのお店を忖度なしで、嘘なしで、ちょっと評価していきたいと思います。まあ、どうでしょうね。例えば、Google マップがあるんですけれど、Google マップ、今、繁盛さんの店の評価3くらいですね。まあ、できた当初は結構4とか5に近い評価だったんですけど、だんだんメッキが剥がれたというか、まあ、ファンの人がね、大喜利的にたくさんいい評価、5評価とかを出してたんですけど、カード大好きな集めてる人とかにとってはちょっとなかなかまずいんじゃないかみたいな評価が多いですね。で、同じ、YouTuber の方がやってる、トモハッピーさんがやってるカードの評価とかは 3.5 ですね。3はあんまり高くないって感じですけど、まあどうなんでしょう。あとですね、まあ個人的にまず問題じゃないかなっていうのは、問題というか、まあこれはあんまり良くないんじゃないかなと思うんですが、通販サイトの値段がちょっと高すぎるってことですね。まあいい点も後で言うんですけれど、いたずら好きのピチュー3000円はちょっとやりすぎですね。これ2000円が2000円ぐらいでかな。1500円か。アーマードミュウツー未開封もちょっと高いような気がしますね。これも、まあ、2000円以下でしょう。1500円か2000円ぐらいだと思いますね。スカレットバイオレットのプロモ。他には見ていこうかな。繁盛さんの、まあ、これはネットショップですね。あと炎上も何かちょっとしているようで、Google マップにも書いてあったんですけど、オリパがとにかくひどいらしいですね。まあ、僕はオリパはもともとひどいもんだと思ってるんで引かないですけど、なかなかいい当たりでも傷が入っているのが多いという感じがあるらしいです。まあ繁盛さんファンとかね、観光で来た人にはいいと思うんですよね。楽しめると思うんですよね。中綺麗だし、まあ、ただ普通にプロというか、もう本当カード好きな人が行くと、うんって感じですね。あとはどうなんだろう、繁盛応援商品ってなんだ。あ、これもなかなかね、評判悪かったようですね。コレクターにこれ売れてないやん、横浜のやつ。まあ売れてないのはいいんですけど、これ確かね、サイン付きだったんですよね。で、サインついた方が価値下がるんじゃないかって、まあ、売れてはいるんですけど、まあ、この商品自体も、まあ、どうなんでしょう。転売商品なんですよね、実は。まあ、別に僕は転売とかどうでもいいんですよね。違法じゃないし。チケット転売は違法になる可能性があるってだけで、どうなんでしょうね。でも、繁盛さんの応援してる層はもう転売とか嫌みたいな層が多いイメージがあるので、どうなのかなって感じはありますね。あと店員さんがですね、これから個人的な話をするんですけど、店員さんがなんか繁盛さんファンの女子大生とか大学生っぽい人が多いので、なんか結構カードショップっていうのは結構覚えることを無限に、覚えようと思えば無限に覚えることがあるので、なかなかきついんじゃないかなって。なんか、女の人ちょっとね、辛そうにしてた。若干辛そうにしてたですね。あと、有名人がやってる店なんで、土日がとにかく客が多くて、もうかなりね、列が並んでましたね。レジ前の。もう僕もちょっと土日しか行けなかった時があったんで、並ぼうかなと思ったんですけど、さすがにちょっともう買うのやめました。あと、オリパも買いましたね。ブロックオリパ。ワンピースの。それはね、非常に悪かったですね。ドンカードで薄められてましたね。多分、100枚か200枚ぐらいで1000円ぐらいかな。そのやつだったと思うんですけど、800円かな。ワンピースのブロックオリパ、ドンカードで薄めるっていうのは多分よくあると思うんですよね。ワンピース。でもそれはやっちゃダメだろ、みたいな。まあ、不分率はあると思うんですが、って感じです。そうだかな。まあ、あと、地下なんで、なんかちょっと、ジメジメしてるかなっていう、まあ、それは仕方ないか。まあ、あと、香水、それの影響か、何なのかわかんないですけど、香水みたいなのも結構ありまして、香水っていうか、芳香剤か。
それで工夫してるのかなって思いましたね。不快には思わなかったけど、ちょっと湿度が高いようなイメージがありました。だから角屋的にはこの大丈夫なのかなっていうね。清潔感もありましたね。あと、加藤純一さんとかのサインコーナーとかもあったんですが、まあ、あんまりね、人がいなくて人気がなかったって感じですかね。それは外に置いとけばいいかなと思ったんですけど。あと、そうですね、さっき見かけたのは、ワンピースのこの通販サイトで、このプレミアムカードのセットが売られてたんですけど、これだいたい市場価格でまあ2000円ぐらいだったと思うんですね。めちゃくちゃ売れてないな、これ。だけど、繁盛さんのサイトでは2500円で売れてたって感じです。売れてたっていうか、まあ、売ってたって感じですね。なかなか、そうですね。まあ、特価品みたいなのも、繁盛さんのお店出すんですけど、いかんせん多分特価品は土日に出すんで、なかなか買えないんですね。人がいっぱいいるから。それでやっぱせっかく秋葉原に来たら、いろんな店回りたい人が多いと思うんで、ちなみに平日の、ね、昼ぐらいに行ったら結構ガラガラでしたね。人気がないんとかじゃなくて、土日がとにかく観光目的の人が多いんで、すごくいたって感じで。まあ、あと悪い噂を聞いたんですけれど、やっぱ店員の質、教育レベルが低いらしいので、なんか店長みたいな人、まあ、繁盛さんはいるとは思ってないんですけど、みんな、ただの名義貸しだと思ってるんですが、ちょっと店長を呼んでくれっていう人がいたらしいんですが、もう店長出せませんと。と言われて、もうシャットアウトされたらしいです。店員に文句を言おうと思ったら、これはなかなかきついですね。学ぶ気がない、改善する気がないっていうのが明らかになってるんで、多分、個人的には5年後とか10年後とかには、まあ、撤退してるんじゃないかなと思いますね。繁盛さんのツイッターであんまりね、カードゲームのことをつぶやいてないんですね。店長としてどうなのかというか、まあ、それは人それぞれなんですけど、あんまりゲームのことばっかりね、なんかあれしたこれしたとか、結構ね、きついと思うんですよ。やることがめちゃくちゃあるんで。で、店長来店イベントとかはもうちょっとすればいいのになと思うんですけど、個人的に。まあ、それはわかんないんですけど。利益率の面で、どうなんでしょうね。ずっとゲームしてますね。だからまあ、僕は撤退すると思いますね。5年後、10年後とかね、潰れるとは思いますが。なので、まあ、個人的にも、そのカードゲーム、まあ、秋葉原から僕の家までちょっと遠いんで、進んではいかないですね、本当に。まあ、以上、これが僕の率直な意見です。まあ、繁盛さん自体は頑張ってほしいと思ってるんですが、多分繁盛さんの代わりになんか運営してる人が、まあまあなんか、繁盛ブランドを使って何かもうただ金儲けをしようっていう感じかなっていうのは率直な感想です。行くのであれば、トムハッピーさんのカードの方が絶対楽しめるというか、結構いろんな発見とか頑張りみたいなのが、わかるかなっていう感じはありますね。